打つべし打つべし。はい、今回は150キロの球、150キロの球を、どうやったら打てるか、どうやったら打てるかをそろばんを使って計算してみたいと思います。まず、150キロですね、150キロ時速なんで、1時間で、150キロまで到達できるというのが、時速150キロです。当然その、何秒かになりますので、まず、時速を秒速に変えてあります。あくまでも、1時間で150キロ走れるというスピードですね。これをまず秒速に変えましょう。150÷1 時間なんで60分ですね。1分は 秒なんで、1分は60秒ですね。かけてあげましょう。6636、3600ですね。150÷3600 です、通分してあげましょうか。30で通分できるので、分母が120、150を30で5ですね。120秒分の、5キロ、120秒で5キロも進むスピードなんですね。ただ、キロメートル、距離はメートルなんで、5キロを、メートルに変えてあげましょう。1キロは1000メートルなんで、5×1000 ですね。5000ですね。120秒で5000メートル。0が通分できますので、12秒で500メートル。12秒で500メートル進むスピードなんですね。時速150キロというのは、12メートルで500メートルも進めるスピードだと思ってください。さあ、時間ですね。マウンドからピッチャーが投げました。バッターボックスに届くまでの時間が、ここで求めればいいんですね。速さというのは、12分の500です。距離、これが19メートルですね。ピッチャーが投げるマウンドからバッターボックスの距離を19メートルだとしましょうか。そうすれば、19÷12分の500ですね。分母と分子変えてあげれば掛け算に変わりますので、19×500分の12をやりましょう。9、1が9、9、2、18、1、2ですね。これを500で割ってってあげましょうか。4、5、20、5、25、6、割る数が500、3桁なので、0.456 ですね。0.456 秒になります。0.456 秒。ピッチャーの指から、球が離れて、バッターボックスに届くまでに0.456。456、1秒かからないんですね。0.5 秒以内にピッチャーの手から離れて、バッターボックス目の前に来るのに0.5秒しかないんです。ということは、打つためにはどうすればいいか。ピッチャーが投げた球をどの位置で、バットに当てるか。当然、バットを振る スピードもですね、その動作、投げてから、投げる前に振るわけにはいけませんので、投げてからその 0.5 秒以内にバットを振り下ろす、さらにどの位置に飛んでくるかを予想する、これができれば、ボールは前に飛ばせるわけです。しかもそれを 0.5 秒以内にやらなければいけない。そのためには当然、バットのスイングスピードを上げる、あとは動体視力を上げる。ぜひですね、動体視力を上げるフラッシュ暗算で動体視力は鍛えられると言われてますので、ぜひぜひフラッシュ暗算も、導入しながらトレーニングしてみてください。それを積み重ねることによって、もしかすると150キロの球も打てるようになるかも分かりません。ぜひこのチャンネル、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。